萩尾館萩王館は、江戸時代に整備された街道の一つ。長戸国の城下町である萩と、周防国造田尻島を、ほぼ直線に結ぶ、全長約53キロメートルの街道であった。江戸時代以前から部分的に使われていた道を、関ヶ原の戦いで敗れた毛利氏が、萩城に今日移した後の慶長9年に、道幅2県の重要道路として整備した。 城下町萩の東土井にある札場を起点に、秋浪、さざ波、山口を経由して三田尻に至る。主要街道である、西国街道とを結ぶ三近港街道であると、同時に日本海側の萩と瀬戸内海側の商工であった、中間港とを結ぶ役割もあり、石畳、立場、一里塚、王冠松などが設けられていた。幕末には志士たちが往来するなどしていたが、 明治時代以降は利用者が減って道も荒れ、険しい山道など一部はそのまま廃道となった。現在は、萩王館のルートの大部分は国道二百六十二号として整備されており、萩市、山口市、豊府市を結ぶ重要な幹線道路となっている。萩市秋田木地区、さざなみ地区には、当時の萩王館の遺構が一部残されており、昭和五十二年より復元、整備が始められ、 萩市から、豊富市に至る古道と関連遺跡が、平成元年に、萩王館の名称で、国の史跡に指定された。また、平成8年には、文化庁選定の歴史の道100選に、平成16年には、萩山口館が美しい日本の歩きたくなる道500選に選ばれている。平成19年9月に、日本風景街道に登録されている。 復元された塔とい札バあと復元された一の坂田も立て場あとサンタジリ御収総跡。ありがとうございます。